全く頭が回らないんですが、ま、街はすごい豊かな街です。
地が多いなみたいな街で、すごく整然としてて綺麗で、でもなんか実際住んでみるとホームレスの人とか結構いて、ドラッグをやっているような方とかも、で美術館の裏で作業とかさせてもらったんですけど、そことかも夜はたまり場になってるらしくて、でやっぱその海がずっとあって、で気候がすごいいいので、気候がいいせいなのか、みんなすごいあのおしゃべりだし、フランクだし、でもそのせいか、なんか文化的なやっぱり成熟度がそんなにない感じのイメージがして、なのでそういう場所でそのアートを介してどうやって人を巻き込んでいけるのかなっていうのを考えながらやってきました。でこれはメキシコの国境のあたりですね。最初あの太田さんとか岡田さんとかと行った時に店に行ってもらったんですけど、このなんか海まで柵があるっていうのがすごい印象的で面白いなと。ちょっと補足すると、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないですが、太平洋に面したサンディエゴというのはあのアメリカの一番、南に位置する町で、国境が、国境のところ、国境に接しているという。でそこにあの今だとご覧いただいているような柵が立っていてですね、これ911によって随分高くなったそうです。昔はあのまたがってそこで写真を撮ることもできるぐらい国境がすごく薄かったんですけど、今国境なあの柵が二重になって立っているような場所があって、その向こう側がティファナというメキシコの街になっています。で今これ国境沿いに週末とかに家族に会いに、やっぱ国境を越えるのはあのメキシコの方に行くのは簡単なんですけど、戻るのにすごい時間かかるので、みんなこうして会いに行ってます。でなんかその後にあの滞在してて、週末になるとそのメキシコに行く方が渋滞して、日曜の夜になるとロサンゼルスに帰る方が渋滞しているので、これ何って聞いたら、やっぱメキシコにみんな家族に会いに行くんだよって。これがちょうどその母の日だったので、で今回 の, そのレジデンスがこのエアストリームって言って、今日 あそこにカフェの流線形っていうカフェが外に来てくれてるんですけれども、あの前に、ポートジャーニーのサンディエゴの方から派遣されたアーティストのティムっていうアーティストがこのエアストリームを持っていて、これを使ってあの展示をしてほしいっていうことだったので、なんか最初はこのエアストリームがあの基地になって、ここがに人が集まって、さらにそこで物を生み出していくような感じでできたらなと考えていて、最初はそのなんか雲みたいな、エアストリームが雲工場みたいな感じになって、そこでみんなで編みつつあのインスタレーションを展開できたらなと思って考えていて、でさっき の, そのメキシコの国境の方を見に行った時に、最初サンディエゴ側、サンディエゴで作った雲が単純にその海を渡って横浜にたどり着くってあの来るっていうのがなんか面白いかなと思ったんですけど、そのメキシコの国境のそれを見た時に、サンディエゴ側でも作ってメキシコ側でも作って、それがその地面のグランドラインに置かれてることで、その国境のない空が地面のところに来ることで、なんかそのイメージが面白いかなと思ったんですけれども、なんか結構やっぱ国境問題はすごい向こうの人たちにとったらシビアらしくて、なんかやっぱパッと来てその国境問題を扱うっていうのはどうなんだっていう、そのアーティストとかディレクターの方とかの意見とかもあって、でなんか私はその のんきな私の作品はそんなに問題にそんな直接なんていうのシビアなシリアスな感じではなく、のんきな雰囲気なのがいいかなと思ったんですけれども、まあ、どちらにしてもちょっといろいろ他の兼ね合いとかもあったので、それはなくなりました。でやっぱあの向こうも港町で風の強いところなので、横浜と一緒であのタコとかも結構上がっていて、で最初ちょっと作品を考えたりするときに、なんかしかもまあ向こうは本当に大きいの、 何でも風景も大きいし、でなんか細々したことをやってもなんか 見てもらえないではないんですけど、なんか意味がないかなと思って、なんか大きいタコをみんなであげるのであったりとか、なんかこれはそのエアストリームからあの飛行機みたいな人みたいな感じのが膨らんで空気で膨らむのとか考えたりとか、あと向こうのテキスタイルがやっぱりこっちと色味とかテキスタイルも含めいろんな素材がなんですけど違って、
すごい面白いのとかがいっぱいあったので、そういうのをつなぎ合わせたり、編んでもらう部分があったりとかして、なんかでメキシコの方とかのとか、まあ、他の民族の方とかもいろいろいるんですけど、なんかそういういろんな素材を集めてみんなの家的なのを作ったりとかもなとかっていうのを、まあ、なんか最初の頃はずっとあちこち見たりしながらぐる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 ですね。すみません、この辺はあのアーティストのティムがいろいろ材料を連れて行ってくれてた時の写真ですね。でこれが結局あの今ちょっと今日夜、今日強風で外で展示ができなかったんですけど、結局コードをこのサンディエゴがあの結構電子的なところでも進んでる国、あの町で、結構こういう電子系の部品というか素材があったので、それでカラフルで色とかも面白いなと思って、これを編んで、これがスクラップ工場みたいなところで買ったんですけれども、すいません今本当に原稿がなくなったせいで、もう本当に崩壊していて、すいませんこれはあのティムので、私は向こうであのホームステイをあちこちでさせてもらって、それがすごい良かったなと思って、最初はこのアーティストのティムの家に滞在あの泊めてもらって、ご飯とか作ってもらったり、ヨガに連れてってもらったり、あの海外に散歩に行ったりと、本当にで、なんか向こうの人たちは本当に生活大事にしていて、あのなんて言うんでしょうね、日本人のアーティストは結構やっぱ制作ばっかってなるけど、なんかそのバランスの取り方がすごい上手いなと思いながら、で向こうのホームセンター、なんかアメリカは大きいし、だからなんか材料とかもすごいいろいろあるんじゃないかと思ってたんですけど、ホームセンター行ってもなんか全てが大きく